それでも本当にお前は過去に戻るっていうのか。しょうがねえな。みんな最後に顔を見せてくれ。俺は過去に行ってベロニカを救ってくるよ。全然止めない誰も。俺が返事したら負けたよ。お前はおっとりしてるようでこういう時は頑固なんだよな。もう決めたんだろ。だったらもう何も言わねえ。俺はお前の決断を信じるぜ。お前の手でもう一度世界を救うんだ。頼んだぞ、うんこちゃん。分かった。さあ行きなさい、うんこちゃん。私たちはみんなあなたの意思を尊重するわ。戻らねえや。未来しか見ずに過去に行くわ。時の番人の名のもとにあなたを過去へと導きます。うんこちゃんへ、前へ。うんこちゃん、うんこちゃん。お前自信満々にそんなこと言うなよ。過去で会う俺はおそらく以前のようにお前とは敵対する身だろう。だがしかし、お前が望んでくれるなら俺は再びお前に命を預けるだろう。何度だって勇者を守る盾になる。壊しちゃうんだ。え、勇者の剣はもう装備できないんだね。もう装備できないんだね。うんこちゃん、うんこちゃん、わしの大切な孫うんこちゃん。うんこちゃん、俺たちはもう一度お前と旅をするからな。すまた会おうぜ。